トリハスニュースのお時間となりました。はい、はい、初めてで緊張しておりますけど、今後定期的にですね、住宅に関するお得な、補助金の内容であったりとか、まあ、ストーリーハウスの今後のスケジュールとか、上等完成見学会のご案内を、まあ、動画で、公開していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日担当します、福永と橋本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日は橋本くん、はい、何のお話をしますか。はい、今日は新しい補助金の発表があります。はい、それをちょっと今日ね、簡単に概要をご説明していきたいと思いますので、はい、はい、では、皆さんも聞かれた方いらっしゃると思うんですけれども、はい、子供未来住宅支援事業というものが新しく、はい、はい、ありまして、若者夫婦の方や子育て世代の方に、ちょっとお得な、補助金がもらえますよという、事業があります。ああ、対象の条件として子育て世帯と若者夫婦世帯というところで、はい、子供のその年齢とか、はい、若者夫婦の年齢とかは決まっているんですか。はい、子育ての方は、お子さんが18歳以下で、若者夫婦の方は39歳未満の方が対象となります。それどちらのですか。こちらはまあどちらかに該当すれば大丈夫ですので、若者の奥さん、ご主人さんがどちらかが39歳であれば大丈夫ですね。はい、そうです。まず一定のまあ性能を満たした住宅というのと、あと、自らが居住される方、はい、と延べ床面積50平米以上ですね、大体15坪以上ですね。土砂災害警戒区域のところに、該当しないところですね、が対象となっております。結構ある程度クリアできそうな内容ですね。そうですね。ここだけ土砂災害のことだけ気をつけていただければ大丈夫かなと思いますね。はい、はい、あとじゃあ一番気になる補助金がじゃあいくら補助金が出るかというとですね、はい、一番大きいところで絶地ですね。まず絶地に関しましては、最大限の100万円ネットゼロエネルギーハウスの役ですね。はい、はい、住宅の断熱性能とか省エネ性能が優れていて、なおかつ、まあ、エネルギーを作る太陽光とか、あ、はい、そういったものを作ることによって、まあ、プラスマイナスでエネルギーをする住宅のことを、はい、はい、2番目に、私たちも、推奨してます全棟で長期有料住宅といったんですけど、まず長期有料と低炭素、はい、と性能向上計画っていうところで、80万円分の補助が来ましたよ。じゃあストーリーファースですと、もうこれは基本的に標準でついてくるので、はい、もう80万円を、はい、条件としては適用されますね。はい、はい、で3番目のところで断熱等級4かつ一次エネ等級4以上っていうのが60万円あと、気をつけていただきたいのが、まず併用のところですね。住まい給付金と住まいの復興給付金、外交部の、ご不必化対策支援は一緒に併用をまとめて大丈夫です。あ、その給付金併用できるんですね。はい、一緒に、はい、併用を、嬉しいです。地域型、住宅グリーン化と設置支援事業、はい、設置住宅における低炭素化促進、こちらの方は、併用することができませんので、そこだけですね。はい、はい、はい、今回のこの補助金っていうのは、はい、現金なのかポイントどちらになりますか。今回はですね、はい、現金です。お、嬉しいですね。そもそも100万円現金がもらえるんです。そうですね、でもですね、予算は決まっておりますのでですね、これも先着順になるんですけれども、そうですね、はい、500億円ぐらいでしたね、はい、そうですね、はい、はい、まず押さえていただきたいスケジュールなんですけれども、はい、請負契約が令和3年の、11月26日から令和4年の10月31日までとはい、あります。11月過ぎてるので、そうですね、まあ、これから今年の令和4年の10月31日末までに契約される方が対象になります。はい、はい、で、事業者登録、私たちの、するお仕事なんですけれども、はい、はい、令和4年の1月中旬から令和4年の10月31日までとなっております。自分が選手やりました。ありがとうございます。はい、で着工なんですけれども、事業者登録終わりまして、令和4年の10月31日までが期間としては、うん、末までですね。そうですね、はい、申請なんですけれども、補助額以上の工事完了から令和4年の10月31日までとなっております。はい、補助額以上の工事完了まで決められているかというと、はい、まあ、中には悪い考えを持っている方が、例えばもう登録だけして、はい、工事始めるだけ申請してお金を
もらって向上しないっていうことも、はい、まあ、中には考えられるので、そういうことですね。今回でいくと、まあ、はい、100万とすると、まあ、大体基礎とか、地盤補強とかで、まあ、100万以上するので、はい、基礎工事が終わった後以降の申請になるかなと思います。あとは完成、完了報告が令和5年の5月31日までとなっております。10月末までに着工すれば、はい、ここまでには多分終わると思うので、そうです、10月31日っていうのが多分一番大事な始めになってくると思うので、はい、そこを超えなければですね、はい、大丈夫かなと思いますね。はい、よろしくお願いします。